北から南からいろんな人が毎日家を離れ夜に車に揺られはるばると東京まで来るという田んぼから這いで飯場を流れ豊作を夢見てきたがどっこいそうは問屋が下ろさないお役人が立ち下がって言うことにゃ分かってるだろうが来年は勝負なんだよ銭がなけりゃきり銭がなけりゃ帰った方が身のためさあんたの国へ東京はいいところさ眺めるならもしかし住むなら青山に決まってるさ銭があればいい手面をどう使おうとあんたの勝手さだけど妻と恋しさに叫びたりなんてなもってのほかだよまして一般人と一緒に付き合いたいのならそうだよ今いるところが一番いいのさこれのことを聞いてりゃまずまずさお役人だってテレビで言ってたよ銭がなけりゃ君銭がなけりゃ帰った方が身のためさあんたの国へ東京はいいところさ眺めるならもしなし住むなら青山に決まってるさ銭がある